初代ブリストル伯爵、ジョン・ディグビー初代ブリストル伯爵、ジョン・ディグビーは、新京と革命期のイングランドの貴族、政治家、外交官。内戦中は、息子のジョージ・ディグビーと共に、王党派に属したが、王党派の中では恩恵派だった。ウォリックシャーのコールズヒルで、サー・ジョージ・ディグビーとアビゲール夫妻の子として誕生。ケンブリッジ大学、モードリン・カレッジ、インナー・テンプルで教育を受けた。 1606年にナイトに除任、1610年にはえ、ドン選挙区から庶民委員議員に選出された。宮廷では、魅力、美貌、外交能力でジェームズ一世の行為を獲得、中スペイン大使に任命されスペインマドリードへ送られた。1618年にイングランドで帰国した時、スペインと紛争を起こして護送中のウォルター・ローリーと面会。 スペインとイングランドで話し合われたローリーの処遇について語っている。ジェームズ一世からの信頼は厚く同年にシェアボーンのリグビー男爵に著爵、ドーセットシェアボーンに建てられていたローリーの屋敷だったシェアボーン城も与えられ、1622年にはブリストル伯爵に少女され、チャールズ王太子とスペイン王女マリアーナの結婚話を任されるまでになった。 ジェームズ一世のディグビーへの厚遇は脳裏としての一面も去ることながらサマセット博、ロバートカー、バッキンガム公、ジョージビリアーズらと同じく男色家のジェームズ一世の愛人になっていたからとされている。しかし、王太子の結婚話は失敗、スケープゴートとして責任を取らされ、召喚、治療への謹慎を命じられた。 チャールズ一世は失敗の責任を認めるなら、宮廷への復帰を持ちかけるが、頑固かつ、気象の激しいブリストル博は、提案を拒否、激怒した、チャールズ一世により、断崖、ロンドン島へ投獄された。しかし、バッキンガムなど、王家の長身に対して、半祖、貴族院に対して、事情を説明した。その後1628年まで、 ロンドン島に交流されていたが、裁判は一向に進まず、事件はチャールズ一世の評判を著しく傷つけた。同年8月にバッキンガムが暗殺されたことにより、国王との対立を考え直し、トマス・ウェントワースや他の貴族ともども議会に求心主義が増加したことに警戒するようになった。それから国王と和解して使えたが、 国王の方は自分に反抗したブリストル博を信頼しきっていなかったため、宮廷での影響力はほとんどなかった。時が経つにつれ内戦の危機が増大すると、息子のジョージと共にチャールズ一世に信頼され、恩恵な顧問官として浮上した。1640年9月にヨークで貴族評議会が開催されると、国王の政策に対する批判と、 議会を開催しなければならないとすることを提案、チャールズ一世に受け入れられた。長期議会が開会されると、ベッドフォード伯爵、フランシス・ラッセルと共に、貴族院の応答派指導者となり、ストラフォード白女名のためジョン・ピムとの妥協を成立させた。しかし、それが破られるとジョージと共に、貴族員応答派を指導し続け、庶民員を率いるピムに対抗。 1642年1月には、ピムとジョン・ハムデンな庶民員指導者5名を捉えることを国王にそそのかし、それが失敗に終わり自体は内戦へと発展していった。第一次イングランド内戦が始まると強硬派と、皆下議会により投獄されたが釈放、オックスフォードでチャールズ一世と再会した。エッジヒルの戦い後、温天派の意見を代表して、 軍将校のロンドン武力選挙に反対、国王にロンドン進撃を一時止めさせた。1643年に、王統派に内通した、トマス・オグルという男が議会派内部の独立派と、王統派の和平仲介を申し出ると、手紙でやりとりして、連絡を取り合ったが、陰謀は、議会派に包抜けで、独立派も話に乗ってこなかったこと、1644年に、 オグルの寝返り工作が失敗したことが明らかになり、計画は未遂に終わった。国王が内戦に敗れると、フランス・パリーへ亡命、1653年に死去。ジョージが爵位を継承した。1609年に、サージョン大ブの未亡人ベアトリス・ウォルコットと結婚、3人の子を設けた。デビッド・イル・スミス、ディグビー、ジョン、ファースト・アール・オブ・ブリストル、 オックスフォード・ディクショナリー ography, Press, オ・オブ・ナショナル・バイオグラフィーオックスフォード・ユニバーシティ・プレス二千四オンライン・エドンヤン二千八ディグビージョンエーケンブリッジ・アランナイ・データベースユニバーシティ・オブ・ケンブリッジディグビーサージョンオブ・ブラマムベッツアンド・グレート・クイーン・ストリートウェスト・ミンスターデーター・オブ・シャーボーンドーセットヒストリー・オブ・パーラメント・トラスト二千九年四月五日 閲覧。森、P190。桜井、P20。P85、P89。ウェッジウッド、CV。トーマス・ウェントワース。ファースト・アール・オブ・ストラファード。エイリバリュエーション。ジョナサン・ケープ。1961ウェッジウッド。CV ザ・キング・スピース・ウィリアム。コリンズ・サン・ c o 1955。塚田、P191。ウェッジウッド、P8、P9。 P16、ガードナー、P439、P440、P443、P446、P447、P456、P458、ウェッジウッド、P134、P287、ありがとうございます。